そうしましたら5時になりましたので始めたいと思います。皆様本日は愛媛市情報交換会にご出席いただきありがとうございます。会に先立ちましてご出席の皆様にいくつかお願いがございます。画面に映ります、投影している内容をですね、今回の会にあたってお守りいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。ホール内の飲食がちょっとこの会場のルールで禁止となっておりますので、飲食される方は一度ロビーの方に出ていただいて出入り自由ですのでご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、それではただいまより愛媛市情報交換会を開始いたします。はじめに本日の参加者を紹介いたします。株式会社愛媛市取締役村上麻里恵、ゼネラルマネージャー青野大輔。なお青野は業務の都合で海外にいるためリモートでの参加となり途中退出の可能性もございますことをご了承願います。後ほど2人からの挨拶を申し上げさせていただきます。また本日司会を務めますマーケティング部の田村でございます。本日はよろしくお願いいたします。本日の流れについて簡単にご説明いたします。まずこの後代表者2名よりご挨拶をさせていただきます。その後事前に受け付けたご質問への回答説明を行いまして、最後、質疑応答を行う流れとさせていただきます。なお本日は情報交換会ということで、限られた時間の中でファンサポーターの皆様と双方向に交流する時間を最大限に取るため、クラブからの振り返りとは行わず情報交換に重きを置いた内容とさせていただきます。事前にいただきましたご質問は複数の方よりいただいたものを重点にまとめているものとなっております。せっかくの機会ですから、ぜひ会場でのご質問もいただけましたら幸いです。進行内容によっては私たちより皆様へお聞きする時間をいただきまして双方向に交流する機会とさせていただけたらと思います。それではまず取締役村上麻里恵より皆様にご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、村上麻里恵でございます。キックオフフェスタ楽しんでいただけましたでしょうか。お疲れのところまた情報交換会にも残ってご参加いただきまして誠にありがとうございます。会に先立ちまして、少し一言だけ述べさせていただければと思います。我々3年前ですね、すごく悔しい思いをして、なんとか本当2年以内には J2 に復帰しないともう愛媛市ダメになってしまうんじゃないか、私もこの役に就任して、その危機感すごくありました。で私たち、皆様も含めて私たちの思いに現場が応えてくれて、去年はすごくハッピーな時間を過ごさせていただきました。そこには本当に心から感謝したいと思います。で今決算の締め作業をしている最中ではありますが、皆様もご存知の通り J リーグからの配分金の見直し等で、かなりの収入減のダメージがある中、我々悲願だった天然芝の練習場、これが、去年は初めてこう通年こうコストが発生する年になったり、あとはウェアサプライヤーが変更したことによってどうしてもこう初年度の初期投資がすごく必要だったりとも結構三重苦が続く年ではあったんですけれども、皆様のお力添えあって、なんとか黒字で着地しそうな見通しは立っているところでございます。まだ締め作業中なので確定したことはまだ発表できないんですけれども、今の現時点の見通しはそういったところになっております。いう中でまだまだ愛媛 FC、課題も多くあります。でこの情報交換会は一昨年末に、クリスマス
クリスマスイブだったと記憶していますが、第0回目ということで始めさせてもらいました。まあ、なかなか愛媛市苦しい時間が長かったんですけれども、まあ、その中でこう立場の違いだとか、まあ、持ってるスキルの違い、あと性格の違いとかでお互い持っている情報が違うので、まあ、その客観的な情報を交換していくことによって、まあ、ここをご参加いただいている皆様、愛媛市ファミリーそれぞれが当事者として何ができるのかっていうことを前向きにディスカッションできる場を作れたらなというので第0回目始めさせてもらいました。なかなかこう年末のところは我々も次のシーズンに向けての準備に追われているところもあるので、改めてこのキックオフフェスタのタイミングで情報交換会を第1回目として今日開催させてもらってます。すごく発展的クラブの発展につながるように、それはファミリー一人一人の行動が成し遂げるものだと思いますので、まあ、そのヒントをこの回で得られたらなと思ってます。まあ、私も全然わからないことだらけで教えてもらうことの方が多い、現状ではありますが、皆さんからの情報も吸収しながら私ができることを考えて行動に移していきたいと思ってます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとネット通信環境が今途切れているそうなので少々お待ちください。少しネット環境が不安定な状態になってまして、会の途中もこのようなことになってしまうのですみません、ご了承ください。ちょっと映像がなかなかつながらないそうなので、まずは音声でご挨拶をさせていただけたらと思います。ジェネラルマネージャーの青野大輔より皆様にご挨拶申し上げます。青野 GM お願いします。はい、皆さんこんにちは。今僕はポルトガルにいて朝の8時です。聞こえてますか？大丈夫ですか？はい。普段、お話しできないような内容など、まあ、お互いで、意見を交換しながら、皆さんと一緒に、今年の目標、さらには、こう、数年後の目標に向けて、一緒に、歩んでいきたいと思います。今日の時間が有意義な時間になるように、できればと思っておりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。それではまず皆様から事前にいただきましたクラブへの質問に対して回答させていただきます。原則お送りいただいた原文で記載しておりますが、重複しているご質問等はお一人のご質問を代表として取り上げております。また冒頭申し上げました通り、双方向での情報交換ということでこちらの会場のお時間もしっかり取るために質問はある程度まとめさせてお答えさせていただきたいと思います。それではまず、青野 GM の方から質問の回答内容の表示と回答をよろしくお願いいたします。もういいですか？はい、可能な範囲で構いませんのでから始まる質問の方から、お答えをいただけたらと思います。
はい。補強のポイントというのは、まずは、シンプルに言うと昨シーズン以上の戦力になるっていうところがまず一つあります。で、その中でポイントとしては3つあって、まず全体的には、体が動いて頭が柔らかい、選手であるっていうことと2つ目が、同じポジションであってもタイプが違うような選手っていうところで、3つ目がこれはクラブの戦略でもあるんですけど、若くてポテンシャルがある選手っていうところで、編成しました。この回答で良いでしょうか。はい、ございます。では、次の質問内容を読みましょうか。愛媛 C の最新のサッカー戦術導入への取り組み、過去書きでアンダー世代の育成からトップチームまでについてのお話が伺いましたらとても嬉しいですということです。よろしくお願いします。ちょっとこれ逆に質問をしたいんですけれども、これを、質問してくれた方へ、最新の戦術っていうのはちょっとどういう定義なのかちょっと分かりにくいというか、誰も行ってないような戦術っていう意味、革新的な戦術っていう意味なのか、トレンドなのか、どちらかお答えできますでしょうか。あ、挙手いただいている方がいらっしゃいますかね。マイクをお持ちしますので、お名前いただいた後に、お答えいただけ、ご質問といただけたらと思います。今あれか、質問に対するお答えだと思うんですけど、よろしくお願いします。あ、すいません、佐伯と申します。よろしくお願いいたします。質問者です。やはりサッカービジネスっていうのは、ビジネスモデルからサッカー戦術まで一貫性があってすごく成功するわけで、世界で今一番成功しているのはシティフットボールクラブ、イギリスのマンチェスターシティをコアとして、日本だったら横浜FC マリノスとか、オーストラリアのメルボルン FC とか、ニューヨークとか、あとセリエ B にも持ってますけれども、そこで最新の戦術っていうのが消化されて、例えばそのサリーダ・ラプルビアーナっていうのはペップ・グラウディオラが対応してたりとか、ペナルティーエリアの両サイドのポケットに何秒以内でボールがあったら持っていくとか、それから偽サイドバックとかで、このあたりがマンチェスターシティで成功したら、そのグループ参加の各国のシティフットボールクラブ、日本だったら横浜 F ・マリノスですけれども、そこに落とし込まれて、たまたまマリノスは私が元日産本社にいましたんで、後輩の古川浩一郎君がマリノスの社長の時にちょうどシティフットボールクラブと契約してるような話をよく会って聞いてまして、今もメーカー時代の職場の後輩が経営管理部長とか営業企画部長で2人いるんですけれども、やはりそういった最新のプレミアリーグの戦術をマリノスにも展開されて、それがマリノス の, アンダー世代ユースとかジュニアユースとかに落とし込まれてる。だから育成からトップチームに上がってきたキトラも戦術の部分でスッと入れる、こういった構築をしていけば中長期で愛媛 FC もすごくいいサッカークラブになるんじゃないかなっていうような考えでいまして、例えば愛媛 FC なんかもマリノスからレンタルは何人か来たりしてますけれども、特別に戦術の部分でも業務提携みたいなことをしたら、マンチェスターシティのノウハウが愛媛でも手に入る、こういうようなことを
が、まあ、背景に考えててこういう質問をさせていただきました。ありがとうございます。青の GM いかがでしょうか。はい、ということは今世界で成功しているところが採用している戦術を取り入れているかっていうことですかね。あ、そうですね、取り入れてタイムラグを置いて育成、アンダー世代の育成とかレディースにも落とし込んで、愛媛FCのチーム全体で同じような最新の戦術の方向性でいく、まあ、サッカーって一人一人のこの力を足し算しなくても戦術で試合に勝てることって大いにある話なんで、そういう取り組みがどんな感じで考えられて実行されようとしているのかと、短期的に中期的に長期的にというところの質問をさせていただきました。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ世界のトレンドっていうのはもちろん、意識しながら我々も進んでいると思っています。ただ世界のについてってるっていう方が正しいと思うので、それが最新かって言われると、そうなると最新じゃないのかなというふうにも思っております。で、まあ、ただクラブ内で、同じスタイルで、っていうところはまあ、クラブ内にも、技術委員会というものを設けてまして、まあ、各部、強化トップチームの強化部、アカデミー部、まあ、普及部レディース部というところで、そういった、2週間に1回話し合いの場がありますし、そういうところでのすり合わせというのはやっております。で、まあ、あとは、まあ、資料として我々の、フットボールがどうかっていうのは作成していて、そういうものもまあ、しっかり可視化して、共有はできていると思っています。ただ年代によってはプレースタイルが先行するのか個人の成長が先行するのかというようなバランスっていうのは、違ってくると思っているので、大枠としてありながらもその年代によってどうアプローチするかっていうのは常にこう考えながら進んでいっているような状況です。以上です。ありがとうございました。まあ、まだまだ漠然とされているようなんで本当に緻密に短期中期長期っていうような育成からトップまでレディースを含めてっていうような戦術導入構築っていうのをしていただけましたらMFC も素晴らしいチームになると思いますのでご活躍を期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。続いての質問になります。続いていただいた質問が、育成型クラブとしてホームグロウン選手の出場割合を増やすとのことであるが、現状では勝利につなげることが困難な場面が出てくると思う。育成世代に対し具体的に力を入れていることはあるかお伺いしたい。また育成世代は体力向上が課題の一つだと考えられるが、食事の管理や生活の管理などはできているのか、それらの具体的な活動で回答できる範囲内のことがあればお伺いしたいというご質問をいただいております。あの GM お願いします。はい、まずそのホームグロウン選手の出場割合を増やしたいっていうところに関してはですね、ちょっと捉え方の問題かなとは思う、僕の伝え方と捉え方の問題かなとは思うんですけれども、出場割合を増やすことを目的とはしていません。どちらかというと、トップチームが勝つために、アクションを起こして、まあ、その結果、ホームグロウン選手の、活躍っていうのは、
全体の 10% ぐらいしかないと。なので、10% を増やすためにっていうのは、直近の試合でそれを、20% にしたいから無理やり選手を出すとか、そういう意味ではないということは、前提として、お分かりを、しておいてほしいなと思います。で、じゃあ今後、そういう選手たちをどうしていくか、どういうふうに戦力にしていくかっていうところに関しては、まあ、まず、まあ、この近年、昇格者っていうのも、多くなりましたし、割合っていうのも昨年でも 30% 弱になっております。ただ、現状その試合への貢献度っていうのは、まあ、全体で 10% なので、まあ、それを考えると、まあ、まず昇格させたり、大学に行ってこう戻ってきたりとかっていうところの基準、レベルの基準っていうのをもう一度見直して、上げないといけないのかなと。じゃあそこの基準が高くなってきた時に、どういうことを我々がするかっていうところは、まあ、まずはそういう高いレベルに行くであろうタレントを発掘するっていうこと、そして、そういう選手たちにより良い指導を行うことっていうのが大枠であると思います。なのでアカデミーのスカウトっていうところを、まあ、今年、起きましたし、まあ、獲得するにあたっての条件っていうのも昨年、クラブ全体で話し合って、修正しています、まあ、ここに関しては具体的にお話しすることはできないんですけれども、そういうところ、また指導のところもチームとしての指導っていうところだけじゃなくて、まあ、個別で育成できるようなアプローチっていうところを進めて、います。で、個別のアプローチっていうのは実際トップチームの若手の選手にも行っています。で、まあ、最後にあとは指導するための指導者の育成というところで、まあ、近年アカデミーではアカデミーの、まあ、現場の統括というところでヘッドオブコーチっていう役職を置いて、まあ、先ほどの、戦術導入の一貫した指導っていうところも当てはまると思うんですけれども、そういった全体で指導ができるようなポストっていうのを、まあ、近年まあ、実は J3 で戦いながら予算は減っていく中で、アカデミーであったり他の部署っていうのは予算をかけて体制を整えていっていたというところです。以上です。はい、続いての質問になります。2023シーズンの愛媛 FC は接戦を制して勝ち点を積み上げるゲームが多く、勝負強さに感動する反面、ひとたびバランスを崩すとそのまま墜落していくのではないかという危うさを感じることもありました。どうしてそのような不安を感じたのか、一サポーターの立場で振り返ってみると、選手たちのメンタルに依存する部分が大きく、その振れ幅の大きさによって結果が左右されていたように感じたからだと思います。アウェー奈良戦のように、ゲームをコントロールした上で勝つべくして勝つような試合を増やしていかないと、J2 での戦いは厳しいと思いますが、フロントとしてそこはどのように考えていますか、というご質問をいただいております。青野 GM、よろしくお願いします。はい。この質問に関してはちょっと僕の方からも逆に質問させてほしいんですけれども、サポーターファンサポーターの皆様の立場で、まあ、どのような試合を見たいか、ワクワクヒヤヒヤするような試合の方が楽しいのか、安心して
試合を90分間見れる方が楽しいのかっていうところと、メンタルに依存する部分が大きいっていうのは、選手のメンタルに依存する部分が大きいっていうのが具体的にどういうイメージで書いてくれたのかなというふうに思ってるんですけれども、この2点もし、回答していただけるんであれば回答をお願いします。質問者様によらなくて大丈夫です。特に1個目の部分ですね、どんな試合を見たいか、 GM がせっかく聞いてるんで、こんな試合、愛媛市のこういう戦いを見たいんだよっていうことを伝えていただける方、また質問者の方に限らずとも、まあ、このご質問の意図としてメンタルに依存する部分が大きくっていうところを、まあ、皆様ご自身としてどう感じられたかっていうところもいただけたらと思います。もし回答いただける方、ぜひ挙手をお願いします。じゃあ後ろのお願いします。愛媛市のユニフォーム着ていただいている方、すいません。玉井です。ですね、まあ、一サポーターの立場で試合を見てた時に、そのまあ GM が質問された内容に対しての、サポーターとしての立場としての答えというふうになれば、まあ、確かにハラハラしながらも最後は勝つっていうような、そういうゲームをエンターテインメント的には楽しい反面、やっぱちょっとハラハラする分、なんかその安心して試合を見られないっていうのは確かにあるんで、まあ、そこはちょっとどっちが楽しいかと言われたら何とも言えんところがあるんですけど、まあ、一番僕は、まあ、2023シーズンの、シーズン通して感じたのは、最初から、まあ、開幕戦が結構ボロボロにやられたやつ試合 でそこから、どのような感じで立て直していくんかっていうのをなんかちょっと不安視しながら見てたんですけど、勝ちを重ねていくことによってどんどんチームの方も自信を持って、で、はっきり言って結構早い段階で僕自身はこれ優勝できるっていうふうに思ってました。でも、もしかしたら何か一つボタンがかけ違えて、そのままずっと勝てなくなってしまうっていう、なりそうだなっていう不安もあったんですね。で、やっぱり、今シーズン、楽な試合っていうのは、本当に1試合がなかったと思うので、あえて上げるとしたら、その、アドリー・ナルセが、まあ、楽ではないけど、まあ、勝つべくしてかったっていうぐらいの試合やったと思うんですけど、で、まあ、サポーターとしてはそういうゲームをもう少し見たかったかなっていうが、まあ、正直なところですね。で、メンタルっていうところに関しては、まあ、全員のベクトルが優勝っていうことに向いて、それで、もう1試合も落とせないっていうか、そういう形が、すごい、いい方向に向いて、勝ち続けていったところがあると思うんですけど、富山戦と鹿児島戦、あの辺りで連敗したときに、もしかしたらこのまま、多分誰も感じたと思うんですけど、あそこで、北九州戦で、なんとか勝ちを拾わなかったら、もしかしたら優勝、なかったのかなっていうのがあって、そこが、すごいメンタルが大きかった、じゃないかなって、まあ、そういう感じの意味で質問させていただきました。以上です。率直な思いと、意図を伝えていただきありがとうございます。まあ、ご質問者はご自身だと思うんですけど、他に近くなので、どんなゲームが見たいかというところと、メンタルという部分、お考えがある方いらっしゃいませんか。
せっかく自分が行けるのに、またこんなゲームやってほしいんだよってことだったら、ぜひ、気軽に率直に伝えていただけたらと思いますが、お願いします。ですね、どんなゲームが見たいかということにつながると思うんですけど、よく言われる自分たちのサッカーをするんだという言葉があるじゃないですか。で、自分たちのサッカーをできただけ試合には勝てませんでしたってよく言われるじゃないですか。その自分たちのサッカーでは FNC で非常に分かりやすくて、とても綺麗に崩していたサッカーをおそらく目指していると私は見えるんですけど、そういうサッカーといわゆる泥臭くどんな手段でも使って勝つというサッカーは両立できないものなんだなとずっと見てて思ってるんです。確かに綺麗なサッカー、パスで崩すサッカー、美しいサッカーではいいサッカーかもしれない。だけどそれをすることによって選手たちの頑張りがっていうか、あと一歩だとか相手よりも先に出るとか、タッチがいそうなボールを頑張って追いかけるとか、そういうところがおろそかになってたように何年か前のシーズンは私は感じたんです。だからそこが両立できないものなんだかなというのがいつも不思議に思ってまして、多分 J1 のビッグクラブのところは多分自分たちのスタイルを貫きながらも何よりもまだ探していくと。だけど愛媛はどっかそういうスタイルを持っちゃうと泥臭さをどっかに捨ててきちゃうようなふうに見えるので、そこら辺はどうなのかなということを最近感じてました。以上です。記者のご意見をありがとうございます。青野氏、今二方から、こんな立場からご意見をいただきましたが、そちらを受けていかがでしょうか。はい、ご意見ありがとうございました。まず、一つずつ回答していくとですね、我々のフットボールの、プレイングバリューっていうところで、ゴールの間に入場するっていうような、フレーズを、共有しています。っていうのは、フットボールの、面白さっていうのは、どれだけゴールの前に、のシーンを増やせるか、それはまあ攻撃も守備もそうだと思っています。そういう意味で、ワクワクしたり、ヒヤヒヤしたりっていうような楽しみっていうのはお届けできるんじゃないかなというふうに思っています。なので、今、石丸監督が、そういうチームを作ろうとしているっていうところは、ボールを制御するということが優先というよりは、ボールにどれだけ向かっていけるかというところと、そのボールをできるだけ高い位置でボールを奪えるかというところをチャレンジ、しています。で、その中で、昨年でいうと、逆転できたり、同点を見せたりとかっていう、シーンがあったと思うんですけれど、このスタイルは、表裏一体で、自分たちを上回られた場合は、一気にフィニッシュになるっていうシーンっていうのは、ここは、織り込み済みでやらないといけないスタイルなのかなというふうに、思っています。で、そういうところを見せして勝利するっていうのが我々がやりたいことです。で、もう一つ試合を見る楽しみ方っていうのは、僕は選手たちの成長っていうのが、あるんじゃないかなというふうに思っています。で、そう考えたときに初めの、ご意見いただいた方の阿部さん戦のようにっていうところでいくと、昨シーズンを振り返ると、2つ目のご意見いただいた方の意見も重なるんですけれども、確かに粘り強く、泥臭くっていうところが、この、数シーズン前
っていて、前半戦っていうのはそういう粘り強さだったり、ハードワークするであったりっていうところはをこう復活させていたのかなと。で、後半戦においてもう少し自分たちがやりたいことっていうのを体現していったようなところであったんじゃないかなというふうに思っています。なので、ベースを整えつつ、我々がやりたい、お見せしたいスタイルに持っていった。なおかつ、そのゲームをコントロールするというのも、これ、選手たちの能力にもなってくるので、まあ、そういった部分も最後の方にはできるように成長していった。っていうのが、我々の、見方かなというふうに思っています。で、あとはそのメンタルっていうところに関しては、まあ、これは昨シーズンに関わらずも常に選手のメンタルが依存するっていうのはもうこのスポーツの上で絶対だと思っているので、そこにアプローチしているのが、昨シーズンから入れてますけど、メンタルアドバイザー、であったり、我々先ほども言いましたけど、個別育成っていうところで、選手と自分の強み、課題、であったり、今自分がどういう状況かっていうのを、一緒に、アプローチしていくっていう個別育成っていうのを取り入れています。で、まあ皆さんどうするかわからないですけれども、このメンタルの安定っていうのが、昨シーズンの結果だったり選手の成長というのにつながっているとも思っています。以上です。はい。あ、私もう一つご質問をいただこうと思います。いただいた質問です。選手の責任ともない駅飯を見に行きました。駅飯の素敵なところを教えてください。答えるものによって少し改良となる要素があるかもしれませんが、この質問を今回は青の陣営からいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここは正直自分も愛媛で生まれて愛媛に長くいる人間なので分かりにくいところもあるんですけれども、うちに来た、選手たちはまず愛媛っていう地域をすごく気に入ります。それはまあ気候であったり人の温かさっていうところをよく耳にします。なのでまず愛媛 FC というよりは愛媛っていうところの良さっていうのはそういうところにあるんじゃないかなというふうに思っています。でその中で我々のクラブのいいところっていうのは見方を変えれば、まあ、我々はスモールクラブなので、まあ、予算が足りないとか、ハード面が充実してないとか、まあ、いろんなネガティブに捉えることができるんですけれども、まあ、その裏側というか、常に物事の表裏、一体というか、裏側を見るといいところが必ずあると思っていて、まあ、このクラブのいいところは、まあ、コンパクトな分、クラブの人と人の距離が近い、まあ、ひょっとしたら、クラブと周りの関わる関係者の方たちとの距離も近いんじゃないかなというふうに思っています。それは他にもクラブにないいいところがあると。あとは何かをこうアクションするときに、これも人が少ないからなのかもしれないですけど、いろいろと正直が少なく物事を進めやすいというのも我々の良さかなというふうに思っています。で、不登校のところ、まあ、僕がちょっと回答させてもらっているので不登校の部分で回答するとすれば、まあ、我々の戦略にもある、選手を育
っていうところがあるので、うちに来ると成長できるというところが良さなんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、続いての質問からは、村上道道大学のご用意に回答させていただきます。では質問になります。クラブの来場者数の目標を示していただきたいです。そしてその目標を達成するためにどういったご用意を取り組まれていきますかということです。お願いいたします。今シーズンの来場者目標は4400人と置いてます。まあ、これはなぜか過去、平均が去年がまず3670人ぐらいが平均だったんですけど、まあ、それを最低限は回ることだし、歴代の参加っていうのが2010年4386人になります。まあ、なので過去最高をまずはこのように置くっていうところで4400、まあ、もちろんゆくゆくは5000、1万っていうところを目指していくんですけども、まあ、今シーズンはまず4400というところの達成を目指していきたいなと思っています。で、まあ、我々がその目標を達成するためにというところで、まあ、いくつかのターゲット出会いを見ながら、まあ、ちょっとは四国ダービーは、今までしかない中で1万人超えを、まあ、四国ダービーに達成目指したいと思っていますし、まあ、いくつかのターゲット出会いを見ていきながら、まあ、そこで、まあ、集客につながるようなイベントだったりとかいろんなアクティビティというのを考えていきたいなと思ってます。でさらには、まあ、隣にいます、まあ、田村が主導して進めてくれているデジタルマーケティングのところ、一人一人の、まあ、いろんな分析ができるようになってきてますし、まあ、一人一人に、情報をその人が関心ある情報をお伝えできるという体制が、基盤を整ってきてますので、まあ、そういったデジタルマーケティングの活用というところは、引き続きやっていきたいなと思います。あと、まあ、デジタルマーケティングの世界だと、まあ、LINE のところが、まあ、いろいろ、J リーグからのご支援とかもあって、まあ、今日がありそうな、ところが整ってますので、まあ、LINE については今年特に強化していきたいなと思っています。で、まあ、あとは来場者を増やすっていうところに関しては本当に皆さんのお力添えが一番何よりだと思っています。で、まあ、FMC の、まあ、経営をアップグレードするアップデートするっていうテーマで、ブレイクスルーカンパニー GO の、まあ、三浦社長といろいろセッションさせてもらったんですけど、まあ、彼が言ってたところは本当そうだなと思ったのが、こう人数を増やすって言った時に、まあ、どうしても新規をどう獲得するかっていうのを言っちゃうと、まあ、ただ、まあ、その新規をどうするのかっていうのももちろんあるけれども、それよりも今好きでいてくれる人を大事にするっていうことが一番その家族を増やしていくということにつながると思いますっていうご意見をいただいて、そうだなと思うんです。まあ、なので、まあ、皆さんたちがどうしたらこうお友達とかご家族とか、まあ、愛媛市にそんな関心がない人を誘いやすくなるっていうところは一つ大きいテーマにしていきたいなと思うんですが、アウトゲームいろいろ皆さんに質問してたので、ここで私もご質問させてもらいたいんですけど、まあ、愛媛市はどうなっていくと、こうまあ、どんな試合でも、どんなイベントでもいいんですけど、こうお友達とか声かけ誘いやすくなりますでしょうか。もしご意見、アイデアあったらお伺いしたいです。今日村上取締役に直接お伝えいただきますので、ぜひ皆さん思ってもらえれば、今のご質問いかがでしょうか。誰でか挙手をいただきたいと思います。お願いします。マイクに出てきますので、ご意見をいただけたらと思います。こんにちは、高橋です。J2 いた頃にシャトルバスを運行していたと思います。とかシャトルバスで利用してるから何人いらっしゃって J2 に落ちてるから落ちたからという理解もなるんですけども、シャトルバスが運行をなかなか回らなくなってて、一体今日それいないんだよなという声をちょっと、いろんな方面から聞いてるんですけども、今後、シャトルバスの運行状況を、
何かご覧になれば教えてください。シャトルパークのところは、一番変態でいうところは採算のところなんですよ、率直に。ただ、アクセス面を改善していくことは必要だと思ってます。ただ、じゃあ赤字を垂れ流してできるかというとそうではないので、そこをどうやればできるのかっていうビジネスゲームをセットで考えていかないといけないと思っています。で、ニーズ含む総合と、この後の質問にもつながっていくところであるんですけど、まずは、ニーズ含む総合と公園、これは電子工とか体育館とかも含めた、指定管理業務というところを、今まで別の組織がやってたんですが、今年の4月から私が代表を務める、新設法人および、ニーディアネットワーク、川原学園、愛媛新聞、共和道路さんの4社コンソーシアムで、入札に参加して、我々は指定管理を任せていただけることになりました。で、ただここは何が現状でできるのかという現状があるから進めないといけないので、すぐにこれができますと、今の現地でご回答はできないんですが、そこのアクセス、どうしたらこう、インスタまで、街中から、空港からのバイパスが今年開通するので、今の旅行とかアウェイとかが来やすくなるときが一つあると思うんですが、そこのこう交通インフラ、アクセスのところを何ができるのか、しっかりそこが、我々の民間企業になりますので、しっかり採算計画して、成り立つために、どういうスキームを考えられるのかというところは、大きく解決しないといけないテーマとして、私の中で置いていきたいなと思います。まだ、今すぐこれができますっていうご回答ではなくて、大変申し訳ないんですが、そこに対して、何かしやすい状況に少しだけ進みましたということだけを。シンプルに、イベント楽しかったからもう一回やってほしいとか、変えなきゃいけないってことだけじゃなくて、これ良かったよっていうところも含めて、ご意見いただけたら嬉しいです。他に、いらっしゃいました。お願いします。僕もチャンス、ありがとうございます。何が良かったかとかっていう話をちょっとしたいなと思いまして、去年、から YouTube がすごく劇的に良くなって、で、他の人に対して、MFC のことを知ってほしいって思ったときに、一番言いやすいのは YouTube 見てくれということがすごく言いやすくなりました。今まで誰が何をしているかさっぱり分からない中で、YouTube で選手たちがどういう悩みを持って、どういう苦悩を持って、どういう情熱を持って、結果を出してきたというところがすごく可視化されました。これはすごくありがたいことで、どちらかというと観客の少ない NFC のサポーターとしては、若干頭のおかしい人間の一部だったんですけれども、あなたはこういうところでこのクラブにハマったんですねっていうふうにすごく分かりやすく、していただきました。で、今登録者数が6000人ぐらいですかね、もっと、増やしていくためにもっともっと僕らは、こんないいものがあるんだよ、今ここでさっき見たイチャカヘアの送りだったんで面白いことだったんですけれども、こういうところで見てもすごいいいものだなと思って見せていただきました。これらもっと自信を持ってどんどん拡散していっていただきたいなと思いますし、なんかどういうような楽しみ方をしてるかっていうところが毎回毎回違う人がいっぱい出てきて、私もこういう楽しみ方ができるかもしれないみたいな提案がその中にもっと出てくればもっと進めやすいなというふうに思いました。以上です。ありがとうございます。そうですね、YouTube、映像のところはすごく、私もこうしっかり情報を伝えるっていうことが一番大事なことだと思って、それが誰ができるんだろう探してる中でいいご縁があって、佐藤亮介君が始めました、アースキャンパスさんも力添えいただいて、すごくそこは変わったし、皆様からもご評価いただいているのかなと
認識してます。であと、まあ、これはサポーターさんからアドバイスいただいたことでこれから進めようとしていることとか、まあ、それはなんかショートの方が今はやっぱすごい対策なのですでに愛媛 FC が好きな人っていうのはすごくあるので楽しんでいただけるんですけど、やっぱり愛媛 FC に関心が少ない人っていうのはやっぱ30分40分ある動画だったら途中でご挫折してしまうっていうアドバイスいただいて、今ちょっとショートの動画を増やしていってると思うんですが、まあ、これからちょっとショートのところをさらに、でこれは特にも新規層とかあまり愛媛市そこまで好きじゃない人たちが見やすいものを、目指して進めていっているところです。まあ、まだまだどういう衝動動画がいいのかというノウハウを蓄積している段階なのでまだこうすぐに答えは出せていないところなんですけど、まあ、そこも進めていきたいと思います。ありがとうございます。視聴者の皆さんありがとうございました。次の質問に進みいこうと思います。サッカー専用スタジアムの建設について年生の考えやサポーターとしてできることがあれば教えてくださいということです。お願いします。ありがとうございます。まあ、まず、まあ、クラブの考えとして去年の情報交換会でもお伝えしたんですが、まあ、まずはこうコンテンツの魅力をしっかり高めていくというところで、まあ、しっかり魅力的なサッカーをできるというところに、まあ、優先的な投資をしていこうとして動いております。でまあ、この後いろいろ質問にもつながるところをもう一緒にお答えする形になると思うんですが、まあ、まず今工事中なのが食堂の工事をしています。まあ、アカデミー寮でもちろんこの食堂があるんですけれども、トップチーム用の食堂としてサンパークの練習場に併設する形で、食堂を、まあ、ちょっと遅れちゃってはいるんですけれども、まあ、今年、稼働できたらなと思います。で、まあ、そこでしっかり栄養のバランスを、計算されたものを選手たちに食べてもらって、まあ、体作りのところからサポートできたらなと思います。で、あとは今専用練習場も1名しかないので、まあ、これはもっと複数名に広げていけないか、まあ、それが、愛媛市専用じゃないにしても練習できる環境をもっと増やせないかというところで、まあ、いろんな行政さんともお話しさせてもらっている中で、進められないかなというところを模索しているというところが、あります。で、スタジアム、これはもうやはり舞台、我々やっているのは興行ですので、まあ、どういった魅力的な、舞台で、まあ、彼らをに演じてもらうのかというところももちろん大事なことだと思っていて、でこれはもう、クラブがやるってことは何か決まってるわけではないんですけど、まあ、スタジアムを何か進めていくのは、まあ、私自身がちょっと主導を能動的に関わっていきたいなと思っているところになります。先ほどお伝えしたように総合公園、ニジャスタジアム指定管理が取れたところもありますので、まあ、まずはここでできることっていうのを進めていきますが、まあ、それと、並行してこの専用スタジアムをどこかで作れないかっていうところは今年できればディスカッションを始めていきたいなと思っています。まあ、今現時点でここでできるっていうところが決まってるわけではないんですけど、組長さんの中には、うちの地域で選手が作ってくださいよ、まだ妄想ですけどね、みたいな形で言ってくれてる人とかもいるので、まあ、それを本当に実現するかどうかっていうところは、まあ、いろんな人たちが置くっていうイエスがないと進められないところなので、今現時点でここでできますっていうところもあってはいけないんですが、そういったまあディスカッションするところからスタートかなと思ってます。その中にはファンサポーターの皆さんに参加してもらえるようなディスカッションの場っていうのを、まあ、今年もしかすると来年になってしまうかもしれないんですが、今年から来年にはスタートして、まあ、そのディスカッションの場に皆さんも参加いただけたらなと思ってます。というところが今現時点のこれはクラブとしてというよりかは私個人的に、自分のテーマとして取り込んでいきたいなと思ってますというところになります。続いての質問になります。アクセスバスの確保とスタジアムへの交通の利便性の向上策について教えてくださいということです。先ほどもちょっとやり取りでもあったかと思いますが改めてお願いいたします。はい、まあ、これ繰り返しになってしまうんですけど、まあ、そこはなんとか、私の中で優先度高いテーマだと認識はしています。まあ、ただ今現時点でこの解決策を打てるっていうところまでも、計画作りまでは及んでいないので、まあ、まずはこの総合運動公園指定管理を通じて現状把握をする。でその中で、どういったソリューションが考えられるのか、
まあ、そこに対してこう協力してもらえるパートナーがどこなのかっていうところを、探していきたいなと思ってますし、長い年で見ると新しいテクノロジーとかを活用していくっていうこともあるのかなっていうのをこれはまた妄想レベルですけど考えてはいます。伊予市にはソフトバンクの自動運転バスが多分今年実証実験という形で稼働するんですけど、まあ、そういった自動運転バスっていうところが将来的には日中になっていくかもしれないですし、ドローンタクシーみたいな話も出てきますけども、それが日中になる日も来るかもしれない、まあ、そういった将来の新しい、今あるインフラテクノロジーだけではなく新しい技術開発されているところにもアンテナを張って、協力してくれるパートナーっていうところを合わせて探していきながら、短中期的に、そして長期的にどういうことができるのかっていうことは探していきたいなと思うんですが、まあ、今現時点でこれができますっていう断言はできないのかもしれません。よろしくです。このスタジアムの交通の利便性についてなんですけど、数年前まで観戦チケットと、まあ、往復 の、 バス利用 の、 チケットがついて販売されてたと思うんですけれども、今はそれがなくて結構あれ便利だったんだろうっていうアウェイのサポーターさんとかも多くて、結構やっぱりそれを利用されてた地元の方もいらっしゃったと思うんですけれども、そういった形で交通アクセスを、まあ、確保できるような形には考えられてないんでしょうか。動員にもつながると思うんですよ。ご視聴ありがとうございます。スポーツチケット本当に便利な支援です。あちらがですね、やっぱり僕ら建てられできなくて、おっしゃる通りバス乗車券がセットということはバス事業者のご協力があったものでした。そこはやっぱりバス会社さんも昨今言われております運転手さんの不足ですとか、さまざまな転換行動等があって、なかなか、まあ、コロナもあって難しい状況になっているところが現実としてあります。さまざまスタジアムのところは事業者さんもそうですし、地域の方も行政方も連携で進めなければいけないものなので、今すぐにあれを自分たちだけで、復活するのはなかなか難しい状況なんですけれども、いただいた意見は上がる方々からも受け取りますし、何か姫路としてさらに手を考えていきたいと思っています。あれがなかなかさまざまな方々の逆にとご協力を得て実現したというものであったのは間違いないので、またいただいた意見も参考にして今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、いろいろな課題問題はあるんですけど、なんとかできる方法を目指して、皆さんがよりアクセスしやすい方法っていうのは見つけていきたいなと思ってますので、こういうのがあったらいいよとかいうご意見はまたいただけたらと思います。秘書のご意見ご質問ありがとうございました。続いてもいただいた質問になります。C2C ではファンクラブ会員の入会方法について自動更新によってはございますか。クレジットカード登録者は自動更新可能となればないのですということです。よろしくお願いします。自動更新のところは私もなんか進めていきたいなという気がします、まあ、ただ、現状どうやればできるのかというところの計画作りが進んでいないところはありますので、自動更新、まあ、今サブスクで自動更新していくというところが、日常になってきているところはありますので、まあ、姫路としても、まあ、技術的に、まあ、どんな課題があってどうすれば乗り越えられるのかという検討を進めていきたいなと思います。ご意見ありがとうございます。続いていただいた質問になります。ホームタウンと取り組んでいる一市町一選手応援企画やマッチシティマッチタウンについて今年取り組もうとしていることがあれば教えてくださいという質問をいただいております。お願いいたします。まあ、今までやってきたことをベースにしながら、まあ、実際そのともいい関係を築けているというところが最大の資産かなというふうには思っています。で、今ここでこうこれができますっていうところが、まあ、行政さんと一緒に話しているところもあるので、まだ発表できることはないんですけれども、まあ、より、社連、ホームタウン活動、まあ、これが、
日に日に進化していけるような企画になるように、担当部門を含め、クラブ一丸となって取り組んでいきますので、まあ、こういうことをしてほしいよという意見がもしあればまたいただけたらなと思うんですが、もし今お考えある人がいたら教えていただきたいです。本団活動は日々し、様々な取り組んでおります。そういった中で、まあ、皆様も実際に一市と一選手の対象地域にご在住だったと思うんですけども、何かまたこういうことやってみたらとか、逆に、まあ、こういうふうにやって、まあ、こういう活動があって楽しかったことがあるよっていうご感想とかご意見を教えていただけたら嬉しいです。いかがでしょうか。ありがとうございます。お願いします。渡辺です。よろしくお願いします。よく選手が学校訪問に行って、サッカー教師というか子供さんとサッカー楽しんでるっていうのを、まあ、いろいろなところで見せてはいただくんですけども、例えばなんですけど、やっぱりそのサッカーの兄さんがスタジアムであんなすごいサッカーをしてたんだっていう実際 の, やってる姿っていうのを見てもらったら、一層、まあ、憧れじゃないんですけど、そういう気持ちを持ってもらえるのかなと思って、まあ、例えば学校訪問に選手が行きましたっていう、そのアフターフォローじゃないですけど、その子どもたちを、まあ、お金がかかれるかもしれないんですけど、招待して、まあ、実際スタジアムで見てもらうっていうような、まあ、ことを、まあ、されてみてはどうかなと思いました。以上です。ありがとうございます。まあ、本当まさにそうだと思うしね、こうスタジアムに来てくれてる子どもたちも、まあ、ボールパーソンの子たちも選手パーソンが来たらすごい乗り出して、もう選手たちを一生懸命見ようとしてるんですよね。まあ、なのでそこは強化していくべきかなと思って、まあ、今現状は学校訪問行ったところで、まあ、スマイルパス、小学生以下は B 席無料で見られる、チケットがありますので、まあ、それを案内必ずするようにしていて、まあ、そこから、スマイルパスの人数もどんどん増えていっている現状があります。まあ、これをよりどうすれば加速できるのかというところは、まあ、クラブ内でも議論していきながら、また皆さんたちも、さらにアイデアあったら教えていただけたらと思います。ありがとうございます。あともう一点、まあ、学校訪問おっしゃる通り、まあ、選手たち直接接して選手たちのパワーをもらっています。でおっしゃる通り、お子さんたちに来ていただきたいということで、なかなか、まあ、おっしゃっていただいた意味でいくと、僕たちがバスを出して全員連れてくるとかっていうところがなんか、まあ、学校とか女性だったら表現で難しいんですけども、少しでも親御さんがやっぱり連れてきていただきやすいようにですね、昨年から学校訪問をさせていただいたところに対しては選手からの招待状という形で、親御さんも1試合1児童につき1名ご紹介させていただくような企画を始めさせていただきました。まあ、自分たちがまず自分たちだけで日々としてできることをチャレンジしていくというところが、少しずついろんな多様な角度でチャレンジしているところですので、まあ、そういった形でですね、また僕たちもたくさんの方々にせっかくおっしゃっていただいた選手たちヒーローだと思うので、子どもたちが生きやすいように、お父さん一緒に来ようと言っていただきやすいようにですね、取り組みはチャレンジしていきたいなと思っています。またいろんな形で実際のお子さんが、声を聞いている方々もいらっしゃると思うので、クラブの方に申し上げていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。大丈夫か。じゃあ、次の質問の方、どうでしょうか。ありがとうございます。お願いします。早田と申します。今のそのホームタウンの取り組みというんですけども、別の場所にちょっと住んで、愛媛県外に住んでた時に、やっぱりそこの町というかところにもクラブチームがあって、で、まあ、ちょっと愛媛さんがされているかどうかは分かんないんですけれども、割とその夏祭りだとか地域のイベントだとか、まあ、選手のスケジュール、いろんなクラブのことがあるとは思うんですけれども、そういう地元の何かの時に、まあ、数年の選手が来て、そうするとやっぱり子どもも喜ぶし、子どもの喜んでたら大人も喜ぶし、結構おばあちゃんとか女性もイケメン選手が来てたら結構ニコニコいっぱい盛り上がって買って、なんかそういうシーンも可能であれば増やしていくと、より愛媛FC というものが身近に感じて
もらえることが物質もそうですけど、すごく身近にチームを身近に感じてもらって、あの選手がいるから行ってみようよっていうきっかけの一つをどんどん増やして、どんどんその選手につながるかもってあれなんですけど、あったらいいかなってちょっと思いました。ありがとうございます。今いろいろこう愛媛市として、地域の祭りとかイベントとかに参加してるんですけど、おっしゃるようになかなか選手が行けてないという現状があります。マスコットだったりスタッフだったりお邪魔させていただくことも多いんですけど、で、そこに対しては昨年、ある選手からもっと選手に使ってください、もっと町の皆さんと交流を選手たちはすべきだと思いますっていう意見をくれた選手もいました。なので、そこはいろいろね、こう評価部、監督スタッフの、考えもあるので、そことすり合わせながらにはなるんですけど、今まで以上に選手たちもこう皆さんの街のイベントに顔を出せる機会っていうのは、増やす努力をしていきたいなと改めて思いました。ありがとうございます。そろそろホームタウン感じてよろしいでしょうか。そしたら、次いただいた質問になります。トップチームのホームゲーム開催の際にアカデミーチームや愛媛市レディースの公式戦を全座試合として虹のスタジアムで開催してほしいですという、ご要望ですかね、をいただいております。ご回答をお願いいたします。はい、ありがとうございます。私もこれができたら最高だなと思うんですけれども、今現状はハード面の問題があります。それは芝生の負担っていうところで、アカデミー選手がレディースの選手がこう試合をしてしまうと、その後トップチームの試合芝生がダメになってしまって影響があると、いうハード面のクリアができない問題があるんですが、負荷が少ないスクールの試合だとか、そういったものであればできるかなと思うので、何かそこもこう物理的な制約はあるにせよ、できることっていうのを少しだけ考えてやっていきたいなと思います。ご意見ありがとうございました。はい、続いてのいただいた質問になります。国立競技場での試合開催の企画の可能性はありますか。例えば対戦地方クラブ、過去秋田山形を想定との共催双方ホーム試合など見られればいいなと考えています。プロ野球の地方公共の逆バージョン、1クラブのイベントでなくリーグの運営に関わることとは思いますかというご質問いただいております。お願いいたします。これは、できたらすごい最高だなと思いますし、本当このご意見をやりたいなって思うんですが、計画部採算的に難しいっていうのが今の愛媛市の実力値かなと思います。ただそれができる日、すぐは難しいかもしれないですけど、いつかできるぐらい、それでも採算が取れるぐらいの、クラブの成長発展はしていきたいなと思います。まず直近やるべきはやっぱりたくさんの人に来てもらって、で、採算もしっかり回していけるような、基盤作り、ここを、やっていく、その先に、こういった国立とか大きいイベントもできる日が来ると、信じて、まずは仕事がためにやっていきたいなと、はい、思っています。ちなみに、やはり J1 ぐらいまで行かないと厳しいじゃないかっていうような、いろんなアドバイスをいただいてます。続いていただいた質問になります。再度クラウドファンディングで今度は管理栄養士がメニューを考えた選手専用の朝、昼食の食堂カフェ設備をそのパーク内に整備してはどうかと思います。選手を食からサポートすればパフォーマンスも上がると思いますという、ご質問ご意見をいただいております。お願いいたします。はい、すいません、これも繰り返しになってしまうんですけれども、まさにおっしゃる通りだと思ってまして、食堂のところは、去年から工事を始めてはいるんですけど、今年できたらオープンさせたいなと思っています。まさにおっしゃる通りで、人の体というのは食からできていきますの でどうしても我々若い選手が多いので、ダメだと分かっていても、もしかしたらカップラーメン食べてる選手もいるかもしれない、
いうこともあるかもしれませんので、まあ、しっかりその栄養士がついて、まあ、そういったその知識を身につけていくっていうところも必要だと思うんですよね。まあ、なのでそういったまあ管理栄養に関するまあ知識をつける、まあ、そしてそういった処方を食べるっていう環境をクラブとして、培っていきたいなと思っています。はい、貴重なご意見ありがとうございました。今が6時10分ですかね。一応いただいた質問として、全てではないんですけども少しまとめさせていただきまして、まずはご回答という形で、お時間を向けさせていただきました。で、近く、会場でこうして一緒に顔を合わせて、返させていただいておりますので、続いて質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思っております。多くのより多くの方にご質問いただくためにお一人様の質問時間は2分以内とさせていただきます。またご質問いただく際にはお名前をいただいてからご質問いただきますようにお願いいたします。それでは何かクラブに対してといいますか、ご質問ある方、お願いいたします。名本です。よろしくお願いします。練習計画の再開の予定はございませんか？僕が、まあ、はっきりどう答えるかという感じですけど、まあ、一つ3パーク練習場が今稼働させていただきました。で、先日、練習公開に設けさせていただいたところでご参加いただいた方もいらっしゃると思うんですけども、あの場所がどうしても選手たちのためにというところで、完成した設備ではあるんですが、まだまだ発展途上の設備になっていまして、例えば選手と同性会社だったりとか、先日もちょっとごめんなさい、紅白戦が始まって危ない場面で差してしまったんですけども、もうすぐピッチの真横ですね、すぐ設備があって、例えばスパイシーズのように柵がなかったりですとか、トイレがクラブハウスの真横にしかなかったりですとか、そういうところですね、まだまだ感染環境を整えていくというところが少し手がかかる場所になります。もう少し先に申し上げますと、おそらく僕たちフロントスタッフが2人ないし3人常についていないと練習公開として稼働が難しい。ただやっぱり僕たちの限られた力を使うにあたって、どうしてもそのクラブがより豊かに成長していくためにというところを判断するときにですね、ちょっと毎日あの場所に 2,3 年をいてですね、まあ練習場で対処するというのが難しい現実があります。なのでまずサンパークの設備が徐々に整っていくところと、まあ、我々もせっかくですので機械を作ってですね、まあスポーツ回線になるとは思うんですけども、先日もやっぱり、皆様の笑顔も見れましたし、選手たちも励みになる部分がありますので、どうにか調整をして進めていきたいとは思っております。ただまあちょっとシーズンが始まると土日っていうのがそもそも練習がちょっと非公開というか、戦術的なところも非公開という部分があるので、まあ、祝日とかうまく調整をして練習公開の機会を作っていきたいと思います。補助の練習トレーニングマッチなんか、あとやっぱ補助なんかとはっきり分かれているので、まあ、はっきりした管理をですね、僕たちがいなくとも皆さんの設備的な部分でうまく分かれたりするのもありますので、まあ、今後練習場の場所等によってはそういった機会も平日も設けていけると思います。前向きにはぜひ僕たちも実施していきたいと思いますので、まずはちょっと余計がましくて申し訳ないですけども、まず入っている部分だけ、まあ、サンパックができたがゆえというところになるんですけども、なんとか前向きな検討していきたいと思いますので、すいません、まず実情としてご説明させていただきました。そうですね、そこも解決しないといけない、田村からすると、まあ、どうやってこう少ない人数で見てもらえるかっていうところですし、まあ、私の立場からすると感染環境を整える設備がアップデートしていくっていうところが大事なことだと思いますので、まあ、これもこう、まあ、どうしてもお金かかるところの話になると優先順位をつくけながらちょっとずつしか進められないところはあるんですけれども、まあ、今いただいたご意見と、あとまあ選手たちからも公開練習もしてほしいっていう要望ももらってますので、そこは、まあ、すぐにっていうのは難しいところはあるんですけど、まあ、感染環境をもっと整えるように、働きかけていきたいなと思います。まあ、そこの予算作りをしていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。今の田村君の話を聞いて、今まで結構無理をさせてたんだなと思ってしまい、
毎日で見てるときは結構毎よく日曜日のたんびとかに練習計画に行ってるタイプ当たり前のように言ってたんだけど、実はそこには皆様に大変苦労かけてたんだなっていうことが分かったら、ちょっとなんか申し訳ないなっていう気がします。あと練習計画行くとなかなか試合に絡めない選手とかも頑張ってる姿とか見れて、あ、調子良さそうだから使ってくれたらいいのになみたいなことがよくあったんで、もし将来的にやっぱり練習計画ができるようになったら私は嬉しいです。ありがとうございます。もうせっかくの機会で率直にちょっとお聞きさせていただいて気持ちがあったんですけど、僕たちもやっぱり皆様と接する機会っていうのはすごく楽しくて、それがやっぱりやりがいで仕事している部分もありますので、そういった意味でも前向きにいろいろ調整できたらと思います。もう少しだけお待ちください。すいません、ありがとうございます。他に、ご質問などございますでしょうか。お願いいたします。すみません、池田と申します。うちの家族は矢田物から、試合見に行ってるんですけども、矢田物の方とか内容、特に内容の方はやっぱりまだ知名度というかが低くて、あまり話題になったりすることないんですけども、観客、先ほど言われた観客動員数の伸びしろとかにも内容の方まず、少しこう営業というかかけてもらったら増える可能性はあると思いますし、難易度の方は特に松山インターが近いので、僕たちはすごいスタジアムに行きやすくて、今助かっております。はい、まあ今後また難易度の方なんかアプローチする企画、計画というかあれば教えてもらいたいと思います。本当南予っていうのはこう愛媛市の起源となるような場所だと思ってますし、まあ、すごく大事な場所というふうには認識してます。で、まあ、これも いろんな現場とも調整ですが、まあ、南予もそうですし、まあ、どうしてもこう中心の活動が増えてしまうっていう現状はあるので、まあ、何かしたらこう練習試合だったりとか、まあ、それもレディースアカデミー含めて愛媛FCの、まあ、全てのリソースを使って何か、内部の方にあるグラウンドで練習する機会を作るとか、まあ、そういったイベントはできたらなっていうところはブレストレベルでは上がってはいるんですけど、まあ、それをじゃあ実際具現化していく上で、なかなか時間かけなかったし、うまく調整がいかなかったしというのが現状であります。まあ、とはいえ、でもしっかり内部の方も広げていきたいなと思ってますので、今現状の方具体的な計画としているところはないんですけど、いただいたご意見をもとに具体的に、まあ、そういった試合とか練習試合とか何か決めることはないのかっていうのは引き続き議論をして、まあ、できたら今シーズン一試合か何かできるように、私としても働きかけていきたいなと思いました。ありがとう。内部出身のスタッフにいて、ご自身で熱く活動しているものもありますので、昨年は夏祭りに参加させていただいたりですとか、カル大会にスタッフのチームが出たりとか、本当にできるところからになるんですけども、すごく大事な場所で、ぜひオレンジにもともと盛り上がっていただきたいなと思いますので、なんか僕たちができることがあったらまたご飯をいただいていろいろ連携できたらと思います。改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。八幡の浜の方はなんか、トレジャリー、とにかくグレートサインでファンツーラに入ったトレジャリーの山下社長が八幡浜ご出身 で、まあ、山下社長だけじゃなくて、まあ、去年から八幡浜はすごい縁があって、いろいろこう営業活動にご協力いただけるスポンサー企業様とか企業の経営者の方たちがなんかたくさん去年生まれたところがあって、まあ、そこ のご縁つなぎというのが進んでいるところはありますので、それがしっかり目が今シーズン出ていくように、引き続き八幡浜含めて内部の方もアプローチしていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問などございますでしょうか。
大丈夫ですか、ちょっと浸透しちゃってますが、はい、よろしいでしょうか。ですか、ありがとうございます。挙手いただいた方、はい、お願いいたします。井上です。今 YouTube に力入れてると思うんですけど、YouTube よりあの TikTok の方がショートとか YouTube のショートとかより TikTok の方がいろんな人の目につきやすくて、実際、愛媛FC の YouTube の最高再生回数が今治と試合した日も 2.7 万回再生だと思うんですけど、他の J クラブがの TikTok は普通に長崎とかを例に挙げると、長崎さんはどの動画でも十何万回再生とか出してて、 J1 のクラブなんかになってしまったら100万再生超えてたりして、いろんな人の目につきやすくていいと思うんですけど、 TikTok は始めないですかということをお聞きしたいです。TikTok も始めたいとは思ってるんですけど、ちょっと私が知識不足で教えてもらってるんですけど、その YouTube とかのショートに上がってるものと同じものでいいものなんですかね。TikTok に上げるものって、はい、いかがでしょう。おそらく YouTube のショートとかよりは TikTok、 若い選手がたくさんいると思うんで、その選手たちに聞いたら。わかりました、若い選手たちに。あと長崎さんなんかはもうめっちゃ TikTok のが上手なんで、参考にしたらいいのではないかなと思います。ありがとうございます。ちょっとまず私が TikTok に疎すぎるので、まずは長崎さんも含めて勉強するところだと若い選手に聞いています。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。佐藤社長、ぜひフォローを見ていただきたいと思います。他にご質問よろしいでしょうか。青のチームからもう皆さんのご質問とはよかったでしょうか。はい、ちょっと質問に対して十分お答えできたかどうかわからないんですけれども、意見もいただいて大変参考になりました。今日はで全然話はそれますけど、今日は行く友の、トレーニングを視察して、明日は試合を、視察します。ちょっと映像が OK をもらえるかわからないですけど、まあ可能であれば、SNS の方にも載せれればと思いますけど、載せれなかった場合はすいません。以上です。青の GM の交渉力に期待して楽しみに待ちましょう。そしたら時間も6時半と間もなくなってまいります。帰国したから長い時間ご参加いただいてありがとうございました。そしたら改めまして、最後にですね、クラブを代表して代表者の2名からご挨拶をさせていただけたらと思います。まずは取締役の村上よりご挨拶申し上げます。皆さん改めまして、もう長時間にわたりましてありがとうございました。まあ、本当にこの情報交換会してるところ、なんかできない言い訳ばっかりしてるようにで、これができますって断言できることが少ないのがすごく心もとないんですが、我々どうしてもこう小さな所帯でやっているところがあって、まあ、そこでできることとか優先順位をつけながら一歩ずつしか歩んでいけない、まあ、皆さんの期待するスピードよりか随分遅いかもしれないんですけど、まあ、着実に一歩ずつ前に進んでいきたいなと思ってますし、まあ、今日いただいたご意見のところもすぐにできないかもしれないんですが、まあ、いつか必ずそれができるように、まあ、しっかりいただいた意見は頭の中に留めながら、今やるべきことっていうのを一歩一歩進めていきたいなと思ってます。まあ、すごくのんびりしてるかもしれないんですが、引き続きこういった意見交換、情報交換する場っていうのを設けさせてもらって、まあ、そこで
気づかされることもたくさんありますので、また率直に、ご意見いただけたらなと思いますし、まあ、我々からもちょっと言い訳じみた回答になってしまうかもしれないんですが、まあ、率直にできない、今すぐにできないっていうところはお答えさせていただきながら、まあ、とはいえ長い目をで見ると、まあ、そこにちょっとずつ近づいていくために、今何をしているのかっていうところは、引き続きお伝えさせていただけたらなと思います。第0回目とはどうしてもこう結構一方通行な情報交換会だったんですが、まあ、今年、今日も、この情報交換会をたくさん、ご発言をいただきまして、すごく、私たちも嬉しかったです。ありがとうございました。これからも、お互い姫路市ファミリーを発展させていく、仲間として、当事者として、それぞれの立場でできることってあると思いますので、まあ、それぞれが具体的なアクションに、起こしながら、クラブが発展していくといいなと思っております。本日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ゼネラルマネージャー青野よりご挨拶申し上げます。はい、90分ですかね、有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。ちょっと皆さんの、顔が拝見できなかったので、ちょっとどんな雰囲気なのか全くわからないまま、お話をしてたんですけれども、まあ、ちょっと今日も伝えきれはしなかったんですけど、トップチームがすごくフォーカスされる中で、昨年もですね、他の部、フットボールの部門もそうですし、そうじゃない部門もですね、実は、いろんなものが変わってきて、成果を上げているところもたくさんあります。まあ、そういったところも、まあ、本来はこういう場で説明したり共有すればよかったんでしょうけど、まあ、ちょっと僕チームの話がメインになりましたので、また次回、そういった部分までお話できれば、より内側のことも分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回は私もこうヨーロッパの方に出張に来てて、まあ、ビジョン戦略を進めるために世界とのつながりを多くしていきたいなというふうに思ってますので、まあ、ここに関しても、すぐに結果が出るかどうかわからないですけども、もう少し先を見据えながら、進んでいきたいなと思います。今日はありがとうございました。以上をもちまして、姫路市情報交換会を終了いたします。改めて、2024シーズンも引き続き姫路市の応援をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。